アメリカ合衆国のセカンドレディ、または、セカンドジェントルマンは、通例アメリカ合衆国副大統領の配偶者を、指す、非公式な故障。主に、アメリカ合衆国大統領夫人の非公式な故障である、ファーストレディと相対的に関連付けられて故障される。現在のセカンドジェントルマンはダ、ダグエムホーフ。 アメリカ合衆国副大統領配偶者の公的な影響力は20世紀後半から21世紀前半にかけて多少なりとも高まってきている。アメリカ合衆国の早々期にはホワイトハウスのホステスとしてのファーストレディの役割はすでに存在していたが副大統領配偶者がマスメディアの大きな注目を集める公共の役割を 引き受けることは20世紀後半になるまであまり一般的ではなかった。アンドリュー・ジャクソン政権下で発生した社会的、政治的スキャンダル、ペティコート事件では、フローリデカルフーンが中心人物として暗躍した。マーガレット・オニール・イートンを他の閣僚夫人たちは、乱らな女とみなし。 彼女が露出の多いドレスで舞踏会に登場すると皆退散し、社交界から締め出そうとした。この婦人たちの動きを主導したのがフローリで夫人であった。ジャクソンは大統領退任後も影響力を保ち、妻が主導した争いによって、ジャクソンから嫌われたカルフーンは大統領への道を閉ざされた。ネリー・フェアバンクスは熱心な婦人参政権。 運動家として知られ、当時としては珍しく非常によく知られたアメリカ人女性の一人であった。ジョーン・モンデールは美術の振興に一生を捧げたために親しみを込めて、ジョーン・オブ・アートと呼ばれ、ジミー・カーター政権下で事実上の美術顧問を務めた。ティッパー・ゴアは暴力的あるいは性的に露骨な歌詞が含まれる音楽を批判して、その規制を目指した。 PMRC の共同設立者の一人であり、すでに青少年を取り巻く、社会環境に警告を発する本を出版してこれが、ベストセラーになっていたため、ゴアが1988年、アメリカ合衆国大統領選挙に出馬した時点では、夫より知名度が高いと言われていたほどであった。リン・チェーニーは、セカンドレディザイン中に、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で策定された。 子供たちの歴史学習のための国家基準についてアメリカがこれまで達成してきた異業について十分に肯定的であるとは言えないという理由で反対したためアメリカ合衆国教育省は彼女の意見を受け入れて UCLA の基準に沿った記述を削除した。ジル・バイデンはバージニア州北部コミュニティカレッジで終身雇用の准教授を務めている。 セカンドレディになった後もそれ以前からの有給の仕事を続ける初のセカンドレディと見られている。直近では第43代副大統領ジョージ HW ブッシュ夫人のバーバラブッシュが2018年4月17日に亡くなった。ありがとうございます。